勝ツミは、明治安田生命所属の日本のプロゴルファー。鹿児島県出身で、鹿児島市立町、田中学校、鹿児島高等学校卒業。身長157センチメートル、体重57キログラム、AB 型。ジェルピーガツアーでは、高校1年生で出場した2014年のバンテリンレディスオープンで、史上最年少優勝を飾る。 2017年7月の最終プロテストに一発合格してプロデビュー2018年のエリエールレディスオープンでプロ初優勝2019年のパナソニックオープンレディスでプロ2勝目中京テレビブリジストンレディスでプロ3勝目を挙げる2021年のリゾートトラストレディスでプロ4勝目を挙げる女子世界ランク92位レギュラーツアーでの優勝 5回、ステップアップツアーでの優勝、1回、鹿児島県鹿児島市出身。名前は漫画、タッチのヒロイン朝倉美美にちなむ。子供の頃は、テレビアニメの美少女戦士、セーラームーンが好きでセーラームーンになりたかったことから、母親の大学の後輩が指導する体操教室に、週に1時間、6歳から中3まで通っていた。その後祖父が、老後の楽しみに、 とゴルフ場へ連れて行ったことから6歳でゴルフを始める。体操をやっていたおかげで体の軸がしっかりしていて軸がぶれないスイングができているのかなと思うと話している。2010年の全国小学生ゴルフトーナメント決勝大会で優勝し頭角を表した。中学進学後は全国中学校選手権春季大会九州女子選手権で優勝。 高校進学直前の2014年3月には日本ゴルフ協会ナショナルチームとして出場したニュージーランドアマチュアゴルフ選手権でリディア・コーの記録を2打縮める通算19アンダーで日本人選手として初優勝を果たす。勢いを買った勝ちは翌月に熊本空港カントリークラブで開催された KKT ハイバンテリンレディスオープンでアマチュアながら ジェルピーがツアー史上最年少優勝を果たした。アマチュア選手のツアー優勝は2012年の金高し、週以来史上4人目。規定では優勝から4週間以内にプロ宣言すれば1年間の期間限定ながら試験免除でツアーメンバーに登録できたが日本ジュニア、日本アマでの優勝という目標と入学したばかりの高校生活を優先し合えて宣言しなかった。 高校も全国のゴルフ競合校からの数々の誘いがあったが、他の分野の人とのコミュニケーションも大切との理由で、自宅から通学できるゴルフ部のない鹿児島高校に進学、あくまでも自己流の生き方や練習法にこだわる。2014年8月、霞ヶ関 CC で開催された日本ジュニア選手権で初優勝。翌月、 インチョン広域市で開催されたアジア競技大会では団体4位個人7位入賞を果たした。2015年6月札幌 GC 林圧で開催された日本女子山選手権では勝ち抜きのマッチプレー方式で戦う5日間の長丁場を制し見事に初優勝。前年の日本ジュニアに続くアマで2個目のビッグタイトルを主中にした。2冠制覇は宮里愛、宮里美香、 モロミザとシノブラに続く史上12人目の快挙。2015年9月、片山津ゴルフクラブで開催された日本女子オープンで11位、T で、ローアーマー獲得。日本ジュニアゴルフ選手権優勝、日本アマチュアゴルフ選手権優勝と合わせ、日本アマチュアタイトル三冠の称号を手にした。二千十六年六月、袖ヶ浦カンツリークラブ新袖コースで開催された日霊レ,レディスでは、 二日目まで単独首位をキープし二勝目、目前だったものの、最終日に優勝を意識しすぎて去る、自衛に逆転され、惜しくも2位。2016年10月、36ホールに短縮された、スタンレーレディスでは1打差を追って最終日を迎えたが7位で、終えた。優勝を目指しましたが、自分が他の選手よりスコアを出さないといけませんでした。それができなかったのが、 今の実力だと思います。優勝しか狙ってなかったので、ナシャのことはあまり考えませんでした。優勝に届かなかったことが悔しいですねと振り返る。高校卒業した2017年は主催者推薦で、出場しながら、最終プロテストで見事一発合格で、プロデビュー果たした。プロテスト合格後の主催者推薦は3試合までと、規定があるためステップアップツアー中心の活動と、 なったが、初戦の採用合同銀行デュオカードレディースで、いきなり優勝。その後、2018年から本格的に、ツアー参戦、明治安田生命保険に所属するとともに、日本航空、サマンサタバサダンロップスポーツ、東急リゾートサービスとスポンサー契約、オールクリップ株式会社とマネジメント契約を、やつぎに決める。同年11月の大王制止エリエールレディスオープン。 では2位に大差をつける通算20アンダーで悲願のプロ初優勝を飾った。2019年、元号が令和に変わった週に開催された新設トーナメントのパナソニックオープンレディースでは最終日にトップから2打差の7位から追い上げ全微程度のプレーオフに持ち込み最初のホールでバーディーを奪ってプロに勝名を挙げた。同じ月に開催された 中京テレビブリジストンレディスオープンでは、2日目に、トーナメントコースレコードの62を叩き出す、猛チャージもあり、2位に2打差をつけて、プロ3勝目を挙げ、全米女子オープンの出場権を手にした。11月に開催された伊藤園レディスの最終日、ドバリ都市プロデュースの名物ホール17番パー3で、プロ初のホールインワンを達成。 2021年シーズンによりアメリカンスポーツブランドチャンピオンとオフィシャルアウトフィッター契約を結び文字通りチャンピオンを目指す同年のリゾートトラストレディスでは最終日の1番ホールでダブルボギーを叩くもののその後挽回して9アンダーで逆転優勝アマチュア時代を通じてツアー通算5勝目を挙げた名実ともに 黄金世代の第一人者として活躍中。同世代には、畑岡奈社、渋野日奈子、小岩さくら、河本傑、原蛇からがおり、その筆頭株として注目されている。2020年3月に公式 YouTube チャンネルを開設。黄金世代初の YouTuber として、4度の優勝に裏付けされた独自のゴルフ理論を、茶目っけたっぷりにわかりやすく解説し、 視聴者を楽しませている。本業のゴルフだけではなく、社会貢献活動や、ジュニアゴルファーの育成にも、積極的に取り組む。ユニセフのフレンドネーションプロジェクトをはじめ、ピンクリボン運動や、小学生を対象としたゴルフ教室に参加している。2020年は、コロナウイルス感染症の影響で試合ができない中、フレンドネーションプログラムのチャレンジとして、YouTube で、おうちでできる。 トレーニング動画を配信、新型コロナウイルス緊急募金への寄付を呼びかけている。同5月には、女子プロゴルファーの有志とともに、医療従事者への支援として、東京都福祉保健局にマスクを寄贈。同8月にはプロを目指すジュニアが成長する機会がない、また地元鹿児島のジュニアゴルフ人口が減ってきている、ことを危惧し、スポーツギフティングサービスを利用して、寄付を募り、ジュニアが、 ゴルフに触れる場の提供に着手。祖父の影響で、阪神タイガースの大ファンを指面は、K-POP アイドル、ワナワンのカンダニエル。2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、一アマチュア参観達成2016年、2017年、2018年、2019年、2020年。 11月29日現在、2021年、6月6日現在、2020から2021年の通算。ありがとうございます。